今日は実家に1泊2日で帰るので荷物の準備をしていきたいと思います。今ここにねちょっと集めてきたので今から詰めていきたいと思います。よし、まず何から入れようかな。必要なものをここに集めてきたので簡単にパッキングしていきたいと思います。実家なのですごく荷物は少なめです。まずはこちらの中に洋服類を入れていきます。明日着る洋服と部屋着とパジャマを入れます。でこの上にこちらのダイソーの洗濯ネットにヘアアイロンを入れます。でこちらの小さめの洗濯ネットにヘアケア用品を入れていきたいと思います。クワリエのトリートメントシャワーと、そしてこちらもフワリエのストレート用のヘアオイルを入れます。それと櫛、でここの中に洋服と一緒に髪の毛のも一緒に入れます。で次はメイク用品を入れていきたいと思います。この中に基礎化粧品を全部入れてます。これは無印の敏感肌用美白化粧水と乳液と、これは美白美容液、そしてビフェスタの目元用のメイク落とし、それとエリキシールのエンリッチドリンクルクリームも入れます。でコットンと綿棒、そしてルルルンの柚子の香りのフェイスマスクを1枚入れていきます。無印の化粧品はポーチに入る大きさなので詰め替えるのが面倒だなと思うときに持っていくことが多いです。商品はこれだけです。で次はメイク道具をこの中に入れてます。下地とか日焼け止めとかいろいろ必要なものをこの中に入れてます。でこちらもメイク道具が入ってます。このポーチの中にはスキンアクアの体用の日焼け止めとキャンメイクの顔用の日焼け止め、エクセルの下地、セルスチュアートのリキッドファンデーション、キャンメイクのコンシーラー、スポンジを入れました。そしてこちらのポーチの中にはリセのアイシャドウとキャンメイクのアイブロウ、そしてアイベース、でこちらは目元用のクリームで、まとめて入れちゃっていますがアイライナーはラブライナーとエクセルのアイブロウペンシルと、マスカラはアイマニアと眉マスカラを入れました。この小さめの袋に入れたいと思います。これは基礎化粧品とメイク道具を入れて、でこの中には下着とかが入っています。でこっちに洋服とヘア用品が入っていて、こっちはメイク道具が入ってます。基礎化粧品とあとは下地とかアイシャドウとかが入っています。でこっちに下着が入っています。はい、これだけです。よいしょ。ここからスーツケースに詰めていきたいと思います。でこっち側に洋服を入れます。下着とかメイク用品を入れたいと思います。
に収まりました。よいしょ。お風呂に行くときはこれごと持っていったら下着とパジャマが入っているので簡単に済ませられます。以上で今日の動画は終わりになります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。